こんにちは、浦田健です。いよいよ6月15日から民泊新法が施行されることになります。いわゆる住宅宿泊事業法ですが、この新法施行に先駆けてアメリカのですね、Airbnb 社がですね、なんとその掲載物件の8割を削除したという報告がありました。4月の段階では6万2000件登録があったわけですけれども、これが1万3800件に激減してしまったということになります。つまりこの民泊新法の届け出をしていない、あるいは国家経済戦略特区ですね、もしくは旅館業法の枠組みの法律を取っていないの許可を取っていない、届け出をしていない、そんなグレーな、今までグレーだった民泊をですね、全て削除したということになります。2020年東京オリンピックを控えてですね、2013年ビザを、ね、緩和、アジア各国のビザを緩和してからですね、1000万人を2013年に超えて、で今や3000万人をですね、超える訪日外国人の数だったわけですけれども、これがですね、減少するのではないかということが、懸念されています。グレーな民泊というふうに言っていたんですけども、この増え続ける外国人とですね、空室が抱えている大家さんをこう簡単にですね、マッチングできるですね、シェアリングエコノミー、いわゆる Airbnb ですね、の出現によって急速にですね、この民泊が増えてきたと。で、この民泊が増えることによってですね、近隣住民とのトラブル、例えば騒音ですね、何人も一部屋にですね、泊まって夜中までどんちゃん騒ぎをする、あるいはゴミ出しのルールができていないというようなトラブルが、全国で散見されたことがあって、この民泊をですね、合法的にできるようにしようということをだったわけです。そして届け出制にすることによってしっかり行政が管理をするということが目的だったわけなんですけれども、実はこの民泊新法ね、せっかくこう法的にグレーなものがなくなるということで、喜んでいたんですが、実はこの民泊新法はですね、年間180日以下というですね、利用の制限がついてしまいます。この旅館業法でじゃあみんな許可を取ってやればいいじゃないかということなんです。この旅館業はですね、住宅地ではできないんですね。で今回の民泊新法というのは住宅地でもできるようにすると、その代わり近隣住民のその生活に配慮する、あるいはトラブルをですね、未然に防ぐという目的で、180日以下というですね、利用の制限を設けてしまいました。でどうなったかというと、実際にですね、この Airbnb で民泊を運営していた大家さんというのは、要するにその回転率で稼げて、一般の入居者に貸すよりも高い利回りが稼げるから、こういうふうな運用、民泊運用をしてきたんですけれども、例えばですね、 15% で民泊運用をできていたとして、これが180日以下に制限されてしまうと年間で約半分しか利用できなくなります。でこの半年ですね、185日間これを一般の入居者を募集すると、これ半年限定ですね、入居者をですね、一般の入居者を見つけるの極めて困難です。実質的にできないというふうに思ってもいいでしょう。そうするとですね、この民泊運用した時の利回りっていうのが15% だったか 7.5 ぐらいに低下してしまいますから、そもそもですね、民泊運用するメリットがオーナーさんになくなったと。なので、みんな届け出もしてないね、ゆえに Airbnb がですね、削除に踏み切ったと。で、このような急減少になってしまったということなんです。これまでですね、この訪日外国人の増加の受け入れ先は、民泊であったことは、疑いの余地がありません。でこれが急減少してしまったことで、じゃあどこが受け入れるのかということになりますと、ホテルとか旅館業界になるわけですが、これも供給がままならなっておりませんので、やはり、この辺の受け入れ先は民泊に依存するしかないということなんですが、
まあ、実際にはですねこの民泊は減っているようのような状況なので、この受け入れ先の問題が出てきているわけです。実はこの新法を作るにあたって、まあ、政府はですね、地方自治体に裁量権を設けております。どういうことかというと、まあ、都道府県あるいは政令都市はですね条例によってこの制限日数180日を変更することができるというふうにされているわけですね。つまりですね減少させること、ね、民泊を90日に制限することも1年間を通して、丸々フルで活用してもいいよというふうに、することもできるわけです。なので、外国人旅行客を増やしてですね経済の活性化につなげたい地方自治体はですね増やせばいいわけです。ところがですね今現状としてはこの180日をさらに制限する方向の議論しかなされてませんし、まあ、そういった条例しかありません。ここはですね、やっぱり真剣に考えて、外国人ね増やしたい、だけどトラブルは嫌だということで矛盾してるわけですね。ここをですねしっかり、まあ、ルール作り等を含めて、やっていくことによってやっていかないと、むしろですねこの2020年の東京オリンピックの、まあ、特需というものをですね旅行特需というものを掴むことは、まあ、到底できないだろうというふうに、思っております。で逆にオーナーサイドからするとですねこれは通常の民泊新法では、まあ、オーナーさん儲かりませんから180日以下ですからね。なので、まあ、これはですね旅館業法ですねの簡易宿泊所の許可を取って運営することでこれは増える需要をですね一気に取り込むことができます。利回りも高くなるでしょうおそらく。なので逆転の発想でですねこれからの投資はですね簡易宿泊所の許可が取れる物件に投資するというような逆の発想もあるわけなんで、投資家から見れば、まあ、ポジティブな発想もできるし、ただその国全体として、まあ、考えればですねこれ矛盾してますので、民泊新法を、まあ、国が緩和するかね、ルールとして緩和するか、まあ、自治体の長がですねやっぱり温度を取って、まあ、住民の理解を含めつつ、まあ、外国人を受け入れていく、ね、通年を受け入れていく方向で、まあ、条例を設定するしか、まあ、これはないんじゃないかなと。でこれ3000万人がですね1人10万円使うと3兆円のマーケットなんです。でこれがですね、まあ、今、まあ、単純に考えると、まあ、8割減ですから半分以下にはなるでしょう。1500万人ぐらいしか、まあ、受け入れられないというような状況になれば、これは、国にとって大きな損失になりますから、まあ、ぜひぜひですね、その辺のところを、まあ、私が言うのもなんですけども、まあ、考えていただきたいですし、今逆を考えると投資家にとってはチャンスもあるのかなというふうに思います。6月15日から民泊新法施行されます。ぜひ合法的な運用をお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。